にしてもこの間の初公開は大成功でしたね。踊り出したくなるくらいに。そう踊っちゃう？いや踊らなくていいから。現地を見たことでフロッケはオアゼス州への行商の販路をいろいろ煮詰められました。フロッケさん抜かりないですね。よし、行商をきっちり成功させような。もちろんです。オアゼス州のお料理も覚えて皆さんに食べていただきたいですし。そりゃ楽しみだ。あそこらへん羊の肉料理とか美味しいみたいよ、相棒。素敵ね。私も目いっぱい協力しちゃうわ。鳥獣と戦った褒美として私たちは国から一隻の船をもらった。船長はランセだ。船乗りとして鈍った勘を取り戻すため、ランセと私たちトトリはオアゼス州へ初航海。そこでフロッケはずっと探していた両親らしい男女と出会った。でも彼らは人違いだと言った。怪しいと思った私とランセ、ハイリーはこっそり彼らの動きを探ってみた。そうしたらその二人はずっと放っておいたフロッケを利用して儲けようと企んでた。実の親だった。当然私たちはそんな奴らを放っておくわけにはいかなかった。ランセはこの最低な両親に向かって二度とフロッケに近づくなと言った。そしてこのことはフロッケが大人になるまで内緒にしようと話し合った。私たちが家族としてフロッケのそばにいようと。私さ、船のこととか操縦の仕方をお勉強しようと思うんだよね。今後の旅には必須じゃない？そうですね。フロッケも行商人としてカイロに慣れておきたいところです。それじゃあ今度は近場の安全な航路を流して船のお勉強と行くか。やったー、近場の美味しいものがいっぱい食べられるわね。バルディアさんも一緒に船のお勉強ですね。え、私はいいわよ、船を壊しちゃいそうだもん。ご飯を食べる係として挑戦するわ。味の感想を素早く的確に繰り出すわよ。これは美味しさの錬金大成功よ、とかね。働きもしないごくつぶしはいらねえ。魔物とかが出た時役に立つわよ。こうちぎっては投げ、ちぎっては投げ。とっても頼もしいですよ。でしょ、いざって時に備えてゴロゴロはさせてもらうけども。それがごくつぶしって言ってるんだ。マヌー、まあまあ、相棒はやるときはやるんだから許してやんなよ。そうでしょ、ハイディからも言ってやってよ。ただもうちょい普段から真面目にやってくれると私も助かるけどね。ハイディまで相変わらず仲良し家族ですね。ここら辺山の幸が多くて最高ね。お、キノコ見っけ。シャキシャキみずみずしくて甘い。あ、キイチゴやっと。そうだ、これレス内のお土産にしよっと。よし、レスナきっと喜んでくれるわね。よかった、こんなところで人に会えるなんて。いきなり話しかけてごめんなさい。実は下山しようとしたら道に迷ってしまって困っていたの。それは大変そうね。ええ、恥ずかしいのだけどこの辺りには詳しくなくて、案内してもらえないかしら。どこまで？私もここに来て日が浅いからそんなに詳しくないのよね。そうだ、ちょっと待ってて、地元の人を呼んできてあげるわ。待って、行かないで。山を抜けるまででいいの、お願い。でも私は本当に詳しくないのよ。キノコの生えてる場所とかは別だけど。ここで取り残されて魔物が出たら心細いもの。あなたは強そうだしね。そっか、まあいいわよ。ありがとう。私はルドミラ。バレリアよ。ルドミラ、噂をすればよ、私の後ろに。待ってて、ささっと倒しちゃうから。くわー！よし、倒したわ。ルドミラは大丈夫？
バレリア、あなたの動きとても綺麗ね。あ、そうかしら。滑らかで力強くて本当に美しかったわ。もっと見ていたいくらい。ありがとう。じゃあ行きましょう。ルドミラのお弁当どれも美味しいわ。いくらでも食べられちゃう。遠慮せずに食べてね。ここまで案内してくれたお礼よ。最高ね。この味に遠慮なんてできないわ。体が熱くなる。ごちそうさま。ねえ、本当にここでいいの？え、ありがとう。助かったわ。ねえ、バレリア。また時々こうして、二人でデートしましょう。え？それ、ナンパってやつ？そうね。どう？またお弁当を食べさせてくれるならいいわよ。それじゃあ決まりね。やっぱり仲良くなったのね。あのバレリアってやつ、クリセルダの貴重な時間ずっと独り占めしてた。まあ別に気にしてないけど。一人にしてしまったわね。その分また二人で一緒に遊びましょう。気にしてないってば。みんなとお話ししてたし。まあ遊ぶけど。それにあなたが用意してくれた魔物も適当なところで切り上げて逃げるつもりだったけど、まさか全滅させられてしまうとはね。別にいいわ。代わりはいくらでもいる。バレリアの力は大変興味深いわ。大当たりかもしれない。あいつにまた会いに行くの？ええ、もう少し調べてみる必要がありそうだから、またお弁当を用意しておかないと。私は次に何をすればいい？アンチはワルターの調査に同行してあげて。いいわ。私の渇望はあなたの力になることだから。それで調査って何の？赤のほうき星よ。お父さんに頼まれたものはこれで全部買えたかな。おじさんの怪我のお薬は足りてる？必要なら私が調合するから言ってね。そんなに心配しなくても大丈夫だって。そもそも仕事の最中に怪我したお父さんが悪いんだもん。私が怪我した時なんて、それで一人前の鍛冶屋になれるのかってカンカンになるのにね。まあお父さんの腕が治るまでは私が店を守るけどね。おじさんには子供の頃からお世話になってるし、もしもの時は私も手伝うから。うん、ありがとう、レスナちゃん。ちょっと聞いた？また喧嘩騒ぎがあったそうよ。ああ、あの組織が原因でしょ。なんて言ったかしら。確か月影の会。あっちでもこっちでも騒ぎを起こして不安になっちゃうわよね。レスナちゃん、今の聞こえた？うん、月影の会って言ってたね。あの人たちの名前をこんな表通りで聞くなんて。何か事件でもあったのかな。レスナちゃん、買い物に付き合ってくれてありがとね。ううん、私もイザナちゃんと話せて楽しかったし。おじさん早く良くなるといいね。もう本当にそうだよ。お父さんが元気にならないと私も家から離れられないんだから。そんなこと言って、おじさんのこと心配でたまらないって顔してるよ。うん、まあそうなんだけど。家族が大変な時は一緒にいてあげて。おじさんもイザナちゃんを頼りにしてるはずだよ。うん、でも私はレスナちゃんのことだって。イザナちゃん、私なら大丈夫だよ。今はおじさんとお店のことだけ考えてね。そうだね。わかった。じゃあ行くね、レスナちゃん。うん。
キリがないから本当に行くね。本当はイザナちゃんがいないのは心細い。でもいつまでも甘えるわけにはいかないから、私ももっと頑張らなくちゃ。デスナ、ただいま戻りました。って、あれ？やあ、お邪魔しているよ、同志。ロマンさん、ユナさん、それにパエリアも。私はおやつ目的で来ただけなんだけど、ロマンはレスナに話があるみたいよ。実はちょっと気になることがあってね。最近オートで広がってる噂は知ってるかい？噂ですか？もしかして月影の会？ああ、月影の会は鳥獣出現の混乱に乗じてオート州の外まで勢力を拡大してきているんだ。動向を探ったところ、オート州の隣のジュゲル州やホーフナ州にまで縄張りを広げていてね。そんなに広く？その縄張り争いで奴らの動きは活発になっている。ジュゲル州では現地の盗賊団を傘下に収めたという報告まで上がっている。自然と民の間で不安が広がり、オートでも噂が広がっているというのが現状だ。ずいぶん目立つ動きをしてるのね。私がいた頃とは大違いだわ。そのおかげで奴らの実態がつかみやすくなったけど、まあ不穏なことには変わりないね。国がウェルテックスやキョケアの錬金刀絡みの対応をしている裏で勢力を拡大しているようだが、月影の会が好き勝手にできるのもここまでだ。我が総力をもって月影の会を壊滅させる。月影の会を壊滅。ついにロマンも覚悟を決めたってわけね。ああ、奴らは暴れすぎたよ。寛容なことに定評がある私もこれは許せない。今後月影の会の大使には殿下が中心となって当たられることになる。ロマンさん本気なんですね。私も微力ながら助力します。ありがとう、レスナ。同志ならきっとそう言ってくれると思っていたとも。と言っても殿下は前線に立つことはお控えください。しかしだね、ユナ。いや、なんでもない。危なかった。下手に反論したら長時間のお説教だ。月影の会か。カラスとの決着は近いよね。オリバー様、近頃会の内部で小競り合いが起こっているようです。お前が気にすることではない。それよりお前にふさわしい重大な任務を。お前にはジュゲル州への遠征を命じる。密林に生息する万能薬の元となる希少種の虫、一刻も早くそれを手に入れてこい。魔物も多く住む危険な土地だが、天才であるお前ならば何の問題もあるまい。この頃我らの動きを嗅ぎ回っている者たちもいるようだ。邪魔者は排除しろ、容赦はいらん。仰せのままに。ライザ先輩、ロラマ先輩、こんにちは。新しい依頼を受けてきました。あ、レスナ、いらっしゃい。今日はバリリアさんと一緒なんだ。イサナちゃんはどうしたの？ふっふっふ、今日から私がレスナの騎士になったのよ。え、どういうこと？まさかイザナと喧嘩したとか？違います、そうじゃなくて、もうバリリアってば。事情があってイザナちゃんはしばらく実家の手伝いに専念しているんです。その話をしたら、私が依頼に行くときはバレリアが同行してくれるって。ああ、なるほどね。新しい依頼を受けたいのなら、ちょうど隣の州から来たやつがあるよ。ジュゲル州からの依頼なんだけどね。あ、ほら、これ。異常発生したコウモリ型の魔物退治ですか。密林に虫が異常発生したせいで、それを捕食する魔物も増えちゃったんだって。そういえばレスナって虫が苦手なんだっけ？はい。家に虫が出たらイザナちゃんを呼ぶことが多いですね。そういや前も大きな虫を見て悲鳴を上げてたわね。
小さな虫や数匹程度ならどうにか頑張るんだけど、群れってなるとさすがに。でもレスナが行きたがってる果ての大陸にもたくさん虫がいるかもしれないし、これを機会に苦手を克服してみたらどうかしら。まあ無理にとは言わないけど。正論すぎる。苦手克服か。そうだ、私イザナちゃんに甘えてばかりじゃなくてもっと頑張ろうって決めたんだ。ライズ先輩、その依頼引き受けます。了解。それじゃいつものようにお願いするね。うん、頑張ってねレスナちゃん。ジュゲル州は川魚とか美味しいのよね。っていうか月影の会が縄張り広げてるところだっけ。うん、今回の依頼と関係ないとは思うけど。用心するに越したことはないわ。いつ何が起こるかなんて誰にもわからないんだから。確かにバレリアの言う通りかも。イザナちゃんもいないし準備は入念にしないとね。協力してくれる人を探すのと、うんうん、あとはやっぱり虫になれる練習。いやうんうん。え、バトル開始。私の番だね。こんな感じでどうかな。覚悟、気合入れていこう。助かったよ。今の私は誰にも見とれている暇はないわよ。日頃の成果をお見せしました。私に任せ、おつくの手行きます。悪くないんじゃない。元気、すごいの行くよ。さすがですね。まだまだいけそうだね。この辺りなら虫もたくさんいそうだよね。ジュゲル州に行く前に苦手を克服しなくちゃ。レスナ、やる気なのはいいけど本当に大丈夫なの。ここで慣れておかなきゃ密林なんて無理だもん。それに私頑張るって決めたから。気合十分じゃない。じゃあの茂みの辺りで探してみましょう。レスナ、よく見て、この子まるっとしてて可愛いわよ。無理だよ、どう見ても可愛くない。じゃあこっちのモサモサした毛虫とか。うん、思ってた以上に重症だな。湿地帯に来たのがまずかったかしら。別の場所で再挑戦してみる。バレリアにも付き合ってもらってるし、もう少しここで頑張ってみる。その勢い、それでこそ錬金術師。じゃあこっちの虫はどう。あ、それなら触れるかも。そーっとそーっと。うわ、動いた。まあ生きてるから動くわよ。それはじゃあこの小さな水玉の虫は。見た目は虫っぽくないね。これなら大丈夫。飛んだ、羽広げた、空に飛んだ。ああ、動かないでレスナ。レスナの前髪にくっついてる。はいはい、取れたわよ。ありがとう。ねえレスナ、今日はこれぐらいにして。あそこにも虫がいる。よし、今度こそ触ってみせるんだから。こんなに頑張ってるのにやめろなんて言えないわよね。そもそも苦手を克服したらって言ったのも私だし。私の指先に虫が止まってる。すごいじゃないですな。もぞもぞ動いてる。登ってこないで。これはまだ先が長そうね。私はどこまでも付き合うわよ。それじゃ次行ってみましょう。心強いよバレリア。終わらせてあげる。私の番だね。いい風吹かしていこう。開いた。さあ
気合い入れていこう。痛み入ります。今のさ、見切れるかしら。私に任せ。奥の手、いきます。悪くないんじゃない。ビリビリする。いった突き飛んじゃえ。やるね。フルパワーでいっちゃうよ。回復しなくちゃ。助かったよ。使うよ。感謝するわ。これを使いなさい。今のあたし気合入れていこう。痛み入ります。今のさ、見切れるかしら。次はどうしよう。なかなかいい戦いだったわ。あら、この程度なの。私の番だね。いい風貸していこう。うら、覚悟はできてるよね。さあみんな行くよ。ありがとう。今のはさ、見切れるかしら。私は一人じゃないから。私に任せて。いろいろ仕込んでるから。やるわね。元気いっぱいだよ。せっかくないんじゃない。やるなら今しかないっしょ。回復回復だ。助かったよ。使うよ。感謝するわ。えいや、ありがとう。めちゃくちゃいい。こんな感じでどうかな。日頃の成果をお見せしないと。今のあたし気合い入れていこう。ありがとう。今の私は誰だ。好きだらけね。いつでもいけるよ。ピノタズ、私に仕上げをご同しよ。奥の手、今日の天気は雨のち隕石。行くよ、それ。上出来だね。まだまだいけそうだね。やあ、お邪魔するよ。聞いたわよ、今度はジュゲル州に行くんですってね。ロマンさん、マリオさん、耳が早いですね。情報収集には自信があるもの。そこで相談なんだけど、私とリンカも同行させてもらえないかしら。わあ、お二人が来てくれるのならとっても心強いですね、バレリア。うん、大歓迎。でも急にどうしたの。実は私たちもロマンの調査に協力していてね。月影の会の動向を調べるためにジュゲル州に向かうところだったのよ。なるほど、同じ目的地だったんですね。調査の結果、ジュゲル州の密林で月影の会が不穏な動きをしていることが分かったんだ。あそこには古代の宝が眠っているという噂もあるし、それを手に入れようとしているのかもしれない。古代の宝、もし見つけることができたら血影の会の資金源になりますね。ああ、奴らが手にする前に阻止したい。本来なら私が同行したかったんだが、今王都を離れるわけにはいかなくてね。ロマンはおとなしくウェルテックス戦の後始末を頑張ることね。はあ、分かっているさ。私の代わりと言ってはなんだが、ユナを連れて行ってもらえるかな。ユナさんが来てくれるんですか。すごいです。マリオンとリンカとユナ、うん、面白くなってきたじゃない。どこで月影の会と接触することになるかわからない以上、油断はできないものね。さて、リンカ、そろそろ準備はできたかしら。ユナも入っておいでよ。はい、失礼します。お呼びでしょうか、殿下。リンカさん、ユナさん、その格好どうしたんですか。変じゃないですか。いやー、二人並ぶと一層華があるね。よく似合っているよ、二人とも。お二人とも、とっても素敵です。ユナがいつもの鎧を着てないなんて、なんだか新鮮ね。今回は殿下の護衛ではなく、月影の会との戦いだからな。それに密林は足場も悪いし、障害物も多い。不測の事態に備えてすぐに動けるよう
ケースを選んだんだ。そうね、それがいいと思うわ。そっちの方がカラスとも戦いやすそうだし。でもユナさん、本当にいいんですか？ロマンさんのそばを離れても。私がおそばにいない間、殿下は王宮を出ないと約束してくださった。はあ、こんなに仕事が詰まっていなければ。そんなわけで、ロマンの犠牲の上に揃ったのがこの最高に可愛い二人ってわけ。じゃあ、お二人の衣装はマリオンさんが？私のは自分で用意したものだ。ユナのこの可愛い衣装を見て、リンカに着せることをひらめいたのよね。二大将を取り入れつつ、対照的な色を取り入れてみたの。確かに、例えるならユナさんは青空、リンカさんは太陽って感じですね。なるほど、いい例えね。リンカさん、よくお似合いですよ。自分は必要ないと言ったのに。何言ってるのよ、こんなに可愛いのに。もっと楽しまないともったいないじゃない。可愛いか、何の迷いもなく口に出せるのだな。そういえば武器もいつもと違うわね。ああ。ユナはいろんな武器を使えるんだよ。武芸百般でね。今回は場所や相手を聞いてこの武器が良いと思った。直感ではあるが。直感わかる、大事よね。しかし本当に残念だ。またしても旅に同行できないとは。何せジュゲル州はあの赤のほうき星が落ちた場所でもあるからね。赤のほうき星、そういえばそうですね。赤のほうき星、何それ。恵みのマナをもたらすほうき星とは違って、最悪を呼ぶと言われる不吉な星なの。ジュゲル州はその赤い星が落ちた場所だって言われてて、書物にもなってるの。ずっと昔の話だから詳しくはわからないんだけどね。へえ。しかしまあ、ユナに加えてマリオンまで一緒では四六時中説教が飛んできそうだ。今回は同行しなくて正解だったかもしれないね。私は王都でおとなしく留守番でもしているよ。ロマン、強がれば強がるほど虚しくなるわよ。泣いていいかい。仕事してください。皆さん構えてください。私の番だね。いい風吹かしていこう。次はどうしよう。ちげえ、こいつ。今の私なら、さあ、みんな、行くよ。ありがとう。今の私は誰にも見とれている暇はないわよ。私に任せ、いろいろ仕込んでるから。やるわね。私の番、すごいの行くよ。さすがですね。めちゃくちゃいい感じ。回復回復だ。助かったよ。行くぞ。ありがとう、これを使いなさい。いい風吹かしていこう。日頃の成果をお見せしました。気合入れていこう。感謝するわ。今の私は誰にも見とれている暇はないわよ。私は一人じゃないから。まあ当然の結果ね。そろそろ着く頃かしら。レスナ、心の準備はできてる？うん、大丈夫にも程があるよ。だってこんなに頼もしい仲間と一緒だもん。自分とバレリアが揃っているのですから、大船に乗った気持ちでいてください。リンカってば友達ができて嬉しそうね。ん？あそこ人が倒れてるわ。よし、これで怪我の方は応急処置できましたよ。いてさて、どうして倒れてたのか話を聞かせてくれる？ちょっと同業者と内輪もめしてのされたんだよ。同業者か。こんな怪我を負わされるなんて、随分荒っぽいお仲間なのね。仲間なんかじゃねえよ、同じこの州の別邸だけだ。俺も含めて全員寄せ集めの新入りだよ。新入りということは何かの組織に属しているのか？
そんな質問に、まあいっか。月影の会だよ。月影の会？会の仲間同士で争いよ。お前さんたちみたいな嬢ちゃんは知らねえだろうが、月影の会ってのはそういう場所なんだよ。それなりの額を上納すりゃ幹部になれるんだ。そんでみんな手柄を競って足を引っ張り合って。え？そんなことってあるの？まったくだよ。むちゃくちゃで割に合わねえってんだ。ってことで俺はもう抜けるわ。じゃあな。変ね。月影の会ってそんな考えなしの会じゃなかったんだけど、何かあったのかしら？バレリアがいた時の月影の会ってどんなだったの？少なくとも構成員同士の争い事はご法度だったわ。そんなことをしたらすぐにカラスが飛んでくる。カラス？強引なやり方ではあったけど、ちゃんと決まりがあって月影の会なりの秩序があった。私やハイディみたいな訳ありの奴らも受け入れてくれたしね。前にロマンからも聞いたわ。月影の会は規律によって管理されていて、あまり目立つようなことはしない。だから国も黙認せざるを得ない。そのあたりは抜け目がないというか、うまくやってきたみたいね。だが今やそれも崩れた。何か事情があって方針が変わったのかしら？何があったのかは知らないけど、私たちの邪魔をするなら容赦しないんだから。こんなの余裕でしょ。めちゃくちゃいい風吹かせていこう。さあ気合入れていこう。ありがとう。今のはさあ見切れるかしら。私に任せて。お服の手いきます。悪くないんじゃない？元気いっぱいだよ。当たるといいかよ。やるなら今しかないっしょ。回復回復っと。いくぞ。ありがとう。やあ感謝するわ。めちゃくちゃいい。吹き飛んぜ。キアリ今の私気合入れていこう。助かったよ。今の私は誰に好きだらけね。日頃の成果をお見せしないと。まあ当選の結果ね。バトル開始。私の番だね。吹き飛んぜ。さあ行くよ。負けないよ。助かる。今のはさあ見切れるかしら。ちげえ。私に任せ。お服の手いきます。やるわね。元気すごいのいくよ。おめちゃくちゃいい感じ。これしかないでしょ。痛みいや助かる。これを使いなさい。めちゃくちゃいい感じ。吹き飛んぜ。この戦い負けられないよ。私がなんとか。気合入れていこう。助かる。今の私は誰にも好きだらけね。ふふん、私たちの勝ちみたいね。というわけで、魔物が密林一帯に出るようになって、しかも日増しに数が増えちまってるんだ。今回のような被害はこれが初めてですか？いや、実は昔にも似たようなことがあったんだよ。害虫とそれを食べる魔物が異常に増えてしまって。でも今はそれよりさらに厄介な状況だ。魔物だけでなく怪しげな連中までうろついてる。怪しげな連中？ああ、何を探してるのかは知らねえが、大勢で森の中に入っていくのを見たぜ。大勢で？月影の会の奴らかしら。あと女の二人組もついさっき見かけたな。ためようとしたんだがあっという間に行っちまった。
依頼しておいてなんだけど、正直鳥獣を倒した騎士団くらいじゃないと手に負えないかもしれない。あら、じゃああなた運がいいわね。その鳥獣討伐隊にこのレスナも参加していたのよ。え、本当かい？はい。それにこっちのバレリアも同じく作戦に参加していたんです。イエイ。そうだったのか。そう言われれば君たちの仲間たちはみんな強そうな。お、なんだろうか。もしかしてそっちにいるのは白夜の騎士のユナじゃないかい？白い鎧は着てないけれど、うん、やっぱり間違いない。幽体児の伝記は何度も読んだんだ。挿絵とウリ二つだよ。そんなすぐにわかるものなのね。ユナさんの伝記は人気ですし、ご本人も誰もが想像する騎士を体現したような方ですから。あのユナがいるなら百人力だ。魔物退治よろしく頼むよ。はい、粉骨最新頑張らせていただきます。前に来た時は虫から逃げてばっかりだったけど、今回は逃げるわけにはいかない。このために虫になれる特訓だってした。神道滅却、精神一刀。よし、頑張るぞ。うんうん、その勢いですな。月影の会の話もあるし、基礎気をつけて進まないと。レスナ、確かに警戒は必要だが、そんなに気を張っていては長くは持たないぞ。いざという時に力を発揮できるよう、うまく力の配分をしろ。はい。力の配分、なかなか難しいですね。私とレスナってなんだか正反対ね。え？私、やるとき以外やらなすぎってみんなから言われるの。いつも頑張りすぎなレスナとは真逆じゃない？いっそ間を取ればいいのかな。結構難しそうだけど、お互い気をつけましょう。うん、バレリア、ありがとう。じゃあ、改めて、いざ、密林へ。よし、探索開始。あ、何か来る。え、何者だ。リラ、なんだ、お前たちか。知り合いなのですか。はい、以前依頼を手伝っていただいたことがあって。失礼した。どうやら盗賊じゃなかったみたいね。ああ、知り合いの錬金術師の一行だ。リラの仲間。私はユリエ、トレジャーハンターよ。そう、たまたま目的地が同じだったの。目当てのものは違うけど。目的が違う分争うこともないんでな。一時的に行動を共にしていた。トレジャーハンターってことはユリエさんの目当てはやっぱり。ええ、この密林に眠るお宝を探しに来たの。お宝って何？まさかガブリと食べられるもの？万病に効く薬の元になるって言われてる虫。一応食べられると言えば食べられるかも。薬に煎じて飲むんだったら食べてるのと変わらないんじゃない？でも薬の素材に使える虫なんて取れたっけな。まあ、見つからないなら見つからないで、それもまた一つの経験だから。私はもう少し森の奥まで行ってみるつもりだけど、あなたたちは？まずは入り口に近いところから探索するつもりです。大発生した魔物が森の外に出てもいけないですから。私もとりあえずこの近くを調べるつもりだ。そう、じゃああなたたちの邪魔をするわけにもいかないし、私はもう行く。リラ、付き合ってくれてありがとう。あ、お宝見つかるといいですね。うん、じゃあね。そういえばリラはなんでこの密林に？私はアンペルからの頼みでな。この辺りに極夜の錬金刀が現れたという情報が入ったんだ。またあいつらが？一体何が目的なんでしょう。それを調べに来たんだ。今のところ
成果はないがな。月影の会に加えて極夜の錬金刀も厄介の種が増えたわね。あのリラさん、よければ私たちと一緒に来ていただけませんか。お前たちと錬金術師同士だからなのか、あの人たちとは行く先々でよくぶつかるんです。なるほど、お前を餌におびき寄せればいいということか。言い方はちょっと気になりますが、そういうことです。その代わり、わかった、戦いのことならば力になれるだろう。はい、よろしくお願いします。極夜の錬金刀か、また不安が一つ増えちゃったけど、さらに頼もしい仲間が加わってくれた。皆さんと一緒ならどんな敵が出てきても安心だね。すごい、すぐに終わらせよう。すぐに終わらせてあげる。めちゃくちゃいい。いいぜ、聞かせていこう。覚悟はできてるよね。さあみんな行くよ。ありがとう。今の私は誰にも好きだらけね。私にもいろいろ仕込んでるから元気いっぱいだよ。せわれないんじゃない。めちゃくちゃいい感じ。こんな感じでどうかな。やるわね。チャンス。今の私気合入れていこう。感謝するわ。今の私は誰にも好きだらけね。私がなんとか。なんとか。遅い。やるじゃないリンカ。私も負けてらんないわ。確かに数は多いが。動きは単純、負けることはない。相変わらず皆さん本当にお強いです。その勇姿に感動を禁じえません。私ももっと皆さんくらいかっこよく戦えたらな。今よりさらに戦闘で活躍したいのですか。それなら基本的なところから始めましょう。あれ、リンカさん聞いていたんですか。聞いていました。強くなる方法はいろいろありますが、やはりまずは筋力の強化が先決です。やっぱりまずはそこからですよね。私でも鍛えればリンカさんみたいに大きな武器を振り回せるようになるでしょうか。それは努力次第ですが、今試しに持ってみますか。じゃあ少しだけ。レスナー大丈夫。ありがとうプレリア。申し訳ありません、いきなり無茶でしたね。いえ、リンカさんのせいでは。やっぱりまだまだですね私。レスナー無理は良くないわ。人それぞれに適性があるんだし、あなたはあなたに合った努力をすればいいのよ。そりゃある程度は戦えた方がいいけど、錬金術ならあなたも大活躍するじゃない。マリオンさん、危ない、後ろに魔物が。もう人の話を邪魔しないの。お見事です。確かに人によって適性はあるかもしれませんが、マリオンさんはお仕事もできる上にお強いんですね。マリオンは私よりも強いのですよ。リンカさんよりお強いんですか。なんでリンカがいい笑顔してるのよ。やっぱり憧れるな。文武両道、いつかは私も目指したいです。すごいものだった。すぐに終わらせよう。バトル開始。待ってました。いい風吹かしていこう。今の私なら負けないよ。助かる。今のはさ、見切れるかしら。どうしようかな。私お服の手いきます。やるわね。
元気いっぱいだよ、ぜやる、いけ。こんな感じでどうかな。やるじゃん。このチャンス、つなげます。フルパワーでいっちゃうよ。負けないよ。ありがとう。今の私は誰にも見とれている暇はないわよ。私だって本気だよ。減ってきたかな。そうね。ただ怪しい連中の気配は。みんな待って、物音がするわ。今度は何？まさか虫？でも怖くない。こちらに近づいてくるようだ。そこの茂みです。みんな警戒を。あ、あ、かわいい魔物ね。マリオン、近づいては危険です。いくらこの見た目でも。おお、大丈夫ですよ、リンカさん。密林に住むこの種の魔物はとてもおとなしいんです。そうなのですか。一説によると、この辺りは餌が豊富なので競争が起こらず穏やかな気質になったとか。なるほど。確かに我々が近づいてもおとなしくしていますね。まったく、人騒がせのやつだ。お、かわいい。残念、出てきたのが極夜の錬金刀か月影の会だったらな。何言ってるのよ。こんなに可愛い子に会えるなんてすっごく幸運じゃない。ほら、撫でてあげるからおいで。本当に来たわ。ふわふわの毛並み。そういえばマリオンは可愛いものが好きなんだったわね。そうなの。とても人懐っこいのね。つぶらな瞳も癒される。連れて帰りたいわ。ふわふわ、なでなで、羨ましい。しかし今は任務中、白をまたう騎士がこんなことではいけない。あ、ユナの足元にもう一匹来ましたね。その子も可愛いじゃない。あなた、お友達を連れてきたの。野生を忘れたような懐きっぷりだな。どうしてはいけない。いくらスリスリと愛らしく頭をくっつけていても、なでなでするわけには。ユナさん、本当はユナさんも思いっきり可愛がりたいって苦しんでるんだろうな。すごいものが取れちゃった。あ、敵だ。戦闘開始です。待ってました。一本杖。どうな。さあ、行くよ。ふん、負けないよ。ありがとうございます。今の私は誰にも好きだらけ。いつでも行けるよ。私に任せて。仕上げをこの落ちよ。かっこいい。元気いっぱいだよ。当たると痛いよ。どうなっ、めちゃくちゃいい。回復回復と使ったよ。使うよ。痛みいります。感謝するわ。めちゃくちゃいい感じ。こんな感じでどうかな。チャンス。今の私は気合い入れていこう。助かったよ。今の私は誰にもと好きだらけね。今よ。私に任せて。いろいろ仕込んでるから。かっこいい。元気いっぱいだよ。せー、探索終了だね。お疲れ様でした。待て、この先に複数の人の気配がある。いよいよね、月影の会か、それとも極夜の錬金刀か。いずれにせよ、ここからは最大限に警戒していこう。
これはカラス。すごい人数ね。どうする？戦う？まだこっちは気づかれてないわ。様子を探りましょう。どうだ？ここに集まったのは我ら毒蜘蛛団の中でも精鋭中の精鋭だ。必ずや手に入れてみせるさ。毒蜘蛛団？ジュゲル州最大勢力の盗賊団だ。そういえば月影の会が盗賊団を傘下に収めたっておっしゃってましたね。部外者をどんどん入れてるのね。でも顔見知りのやつも何人か紛れてるわ。手に入れるって聞こえたけど、何かをここで探してる？どうやら森の中に何匹かネズミが迷い込んでいるようだが、我らの敵ではない。わかりやすい脅しね。レスナ、大丈夫？うん、鳥獣との戦いに比べたらこれくらい全然平気。またお前たちか、マリオン。そうね、詳しいことは捕まえて吐かせましょうか。早速仕事だ。こいつらを制圧しろ。ああ、お前たち行くぞ。油断するな。了解了解。行くぞ。はい。こちらは自分だ。数を生かして圧倒しろ。望むところ。な、何？制圧する。ああ、ひるむな。効かないぞ。畳みかける。はぁー、承知。へぇー。うわー、二人ともご機嫌ね。こっちも踊れ。動きが早い。せめて援護を。ま、我々がたった数人に全滅だと。くそ、こいつら何者なんだ。リンカもユナもやるわね。シロをまとう者として当然だ。今は違うが。ユナだと？シロ、まさかあの竜退治の騎士ユナか。あの伝説のユナ本人なのか。どうせなら正々堂々一騎打ちで戦ってみたかったぜ。ふっ、使えんやつら。あら、この顔ぶれに対抗しようというの？邪魔者は排除する。あら、この程度なの？ふっ、こいつ、あたしの番だね。こんな感じでどうかな。あたしがなんとか。さあ、行くよ。さあ、みんな、行くよ。助かる。今の私は誰にも止め見とれている暇はないわよ。いつでも行けるよ。私に奥の手、行きます。元気いっぱいだよ。当たると痛いよ。今しかないわ。めちゃくちゃいい感じ。回復回復だ。助かったよ。行くぞ。ありがとう。えいや、ありがとう。めちゃくちゃいい。こんな感じでどうかな。さあ、どうする？今の私なら、ふん、負けないよ。ありがとう。こっつ、今のさ、見切れるかしら。さてと、殿下の宝刀、いざ参ります。よーし、いってー。やったね。元気いっぱいだよ。当たると痛いよ。逃がしてほしい。カラスの目からは逃れられない。恐怖をその体に刻むがいい。逃がしてほしい。私がこんな奴相手に。行かせていこう。今の私なら、さあみんな行くよ。助かったよ。私に奥の手、行きます。元気いっぱいだよ。当たると痛いよ。まだまだいけそうだね。
うなった以上は。薬品？何をするつもりだ。いや、今は使う時ではない。任務が優先だ。逃げた。こっちだ。足跡が続いている。こんな分かりやすく痕跡を残すなんて珍しいわね。カラスも焦っているのかしら。追跡する。殿下の意向だ。奴らを放ってはおけない。いいな。わかりました。お供します。カラスのやつ、どこまで進んだのかしら。怪我もしているはずなのに。レスナ、大丈夫？すごい数の虫ね。慣れるために頑張ったけど、こんなにたくさんいると、きつい。気をつけろ。こいつらは毒を持っている。毒？生命活動に芳しくない影響を与えるという、あの。落ち着いて、レスナ。それにしても、カラスはこんな中を突き進んだのね。やるわね。このまま進むのは厳しそうね。立てないと。あら、あなたたち。ユリエさん、あなたたちもこの先に行こうとしてたの？そうなの。でも虫が邪魔で進めなくて。実は私も同じだから、別の経路から進もうと思って引き返してきたの。あなたたちも遠回りした方がいいんじゃない？いや、実は我々は人を追っていてな。痕跡を見失うわけにもいかないのだ。なるほど。一応虫除けになる薬なら持ってる。分けてあげましょうか。いいんですか？聞くけど、すごい大群だと少し効き目が弱いかもしれない。いいえ、超越至極に存じます。このままでは効き目が弱くても効力を増幅させる工夫があれば。ユリエさんから教えてもらった虫除け薬の素材はこれで全部揃ったかな。そのままだと効き目が足りないかもって話だったけど、どうするの？これ、もともとは人の肌に塗って使う薬なんだけど、霧状に噴射できるようにして広範囲に薬をまけるようにするんだ。へえ、なるほど。これで邪魔な虫たちは一斉検挙、一網打尽。あとは調合するのみ。よーし、頑張るぞ。レスナってば、あんなに虫が嫌いなのに逃げずに立ち向かって偉いわよね。ええ、積極的に苦手を克服しようとする姿勢は自分も見習わなければ。せっかくだし、待ってる間私も何か苦手克服に挑戦してみようかしら。リンカも一緒にどう？苦手克服の会。なるほど、それは名案です。では自分は書類仕事をやってみようかと。私は掃除でもしてみようかしら。くぅ、偉い。我ながら偉いわ、バレリア。お掃除終わり。やりきった時のこの心地よい疲労感。自分も今日の報告書を書き終わりました。思っていたより簡単だったわね。イエイ。これのどこが簡単だったのかしら。うひょ、マリオン。床は水浸しで荷物はぐちゃぐちゃ、書類も間違いだらけじゃない。あなたたちは何もしないで、そこでおとなしくしてなさい。もう、まったく、かえって仕事が増えたわよ。すみません、マリオン。苦手克服の会は解散ね。マリオンさん、大変だな。そういえば、ユナさん。ん？何だろうか。密林で魔物の子供に遭遇した時、本当は可愛がりたいのを我慢してました？
それを。ユナさん、ずっと目で追ってましたから。シュネール州の依頼の時もそうでしたけど、やっぱり可愛いものがお好きなんですね。他の者たちには言わないでくれ。みんなの前では我慢しなくてもいいんじゃないですか。いや、たとえ仲間の前であっても白夜の騎士として隙を見せるわけにはいかない。でも私は外で待っている。薬ができたら教えてくれ。ユナさん、私たちの前ではありのままのユナさんでいてくれたらいいのにな。ユナと何話してたの？パレリア。ううん、何でもないよ。もしかしてユナが可愛いものが好きって話？うん、聞こえてたんだ。聞いたらまずかった？まあ本人は秘密にしたいみたい。確かに意外ではあるけど、別に隠すほどのことじゃないわよね。私もそう思う。でも白夜の騎士なりの葛藤もあるのかなって。そっか、ユナもいろいろ悩んでるのね。あのリラの鍵爪での戦い方、実に見事ですね。リンカこそ見事な体験さばきだ。細身の体でよく使いこなしている。ありがとうございます。それからどう話したものか。まだ何かあるのか？いえ、大したことではないのですが。そうか、では私は少し先の様子を見てくる。はい、お気をつけて。はあ、またうまく言えなかった。ねえ、何の話してたの？以前友達を作るという任務を受けているという話はしましたよね。ああ、今度はリラと友達になろうとしてたのね。はい、でもバレリアの時みたいになかなか自分から言えなくて。そんなに難しく考えなくても大丈夫よ。私、リンカに友達になりたいって言われて嬉しかったもん。本当ですか？バレリアがそう言うのならもう一度挑戦してみます。よく言ったわ、それでこそリンカ。頑張って、見守ってるからさ。はい、ありがとうございます。リラ、待ってください。実はあなたにお願いがあるんです。お願い？言ってみろ。自分と友達になってもらえませんか？いや、その必要はない。瞬殺！リンカ、落ち着いて。息を吸う時間に対して2倍かけて息を吐くのよ。もうすでに戦友なのだから、改めて友になる必要はないはずだ。戦友？はい、そうですね、共に戦った仲間ですから。ああ、これからもよろしく頼むぞ。はあ、ほっとした。よかったわね、リンカ。はい、また一つ任務達成です。じゃあこっちの任務にも集中できるわね。ここから先は今以上に気を引き締めてちょうだい。この奥には月影の会だけじゃなく極夜の錬金刀もいるはずだから。はい、行きましょう皆さん。準備できてるよ。
私の出番ね。気をつけて行ってこいよ。さあ、行くわよ。カモン、すぐに片付けてあげるわ。あら、この程度なの？今の私なら、いける。負けないよ。助かったよ。今のさあ、見切れるかしら。今なら何でも。これもおまけ。私に任せて仕上げをこの時よ。今の私にできることを。元気いっぱい。さすが、今の私なら気合入れていこう。ありがとう。今の私は誰にも好きだらけね。みんなお願い。今なら何で、これもおまけ。私に任せ。いろいろ仕込んでるから。やっと終わったわね。探索もう少し。すぐに片付けてあげるわ。敵がいるよ。フルパワーでいっちゃうよ。負けないよ。ありがとう。今の私は誰にも好きだらけ。私だって。私はいけるよ。今ならみんな下がってて。とりあえず覚悟はできてるんでしょうね。私に任せ。仕上げをこの時よ。この戦いを終わらせましょう。元気、すごいの行くよ。さすが。日頃の成果をお見せしないと。フルパワーでいっちゃうよ。さあみんな行くよ。ありがとう。今の私は誰にも止められないわ。見とれている暇はないわよ。流れが来てる。今みんな下がってて。とりゃ、悪くないさてと、殿下の宝刀、いざ参ります。よし、いってやったね。やっと終わったわね。探索、いい素材が手に入ったわね。なかなか強そうな敵ね。これなら楽勝。に負けないんだから。フルパワーでいっちゃうよ。手加減なしだよ。これを使いなさい。助かった。よいしょ。ありがとう。今の私なら気合入れていこう。ありがとう。今の私は誰にもと見とれている暇はないわよ。今ならみんな下がってて。とりあえず私に任せて。お服の手、行きます。元気いっぱいだよ。せばれないんじゃない。やった。どうな、あたしだってほんと気合入れていこう。助かったよ。今なら何でも。それそれそれ、いい動きだね。今の私は誰にも止め。見とれている暇はないわよ。根性を見せるよ。私に任せて。仕上げをこの打ちよ。悪くないんじゃない。元気、すごいの行くよ。敵を崩した。私の力見せてあげる。行くよ。先生直伝の技見せてあげる。うまくいったね。準備は万全だぜ。覚悟しなさい。好きだらけね。あたしだって。もう少し期待していたのだけど。もう少し期待していたのだけど。すぐに片付けてあげるわ。
敵がいるよ。フルパワー、気合入れていこう。ありがとう。今のさあ見切れるかしら。迷って暇なんて行きましょう。今ならなんて、それそれそれ、やるなら今しかないわ。こいつ、私に任せ、仕上げをこの動きよ。みんなでいけるよ。元気いっぱい。さすがですね。今の私ならいける。さあみんな行くよ。痛みいります。今の私は誰にも止め、見とれている暇はないわよ。好奇到来。今なら何でも、それそれそれ、なかなかやるわね。どうしよっかな。私に任せて、仕上げをこの動きよ。やるわね。やっと終わったわね。探索を続けましょう。いい素材、なかなか強そうな敵ね。敵がいるよ。相手にとって不足なしね。うん、フルパワーでいっちゃうよ。これでどうだ。これを使いなさい。ありがとうございます。使うよ。助かった。今の気合入れていこう。ありがとう。今の私は誰にもと見とれている暇はないわよ。さあどうする。今ならなんて、これもおまけ。私に任せ、仕上げをこの動きよ。日頃の成果をお見せしないと。すごいの行くよ。すごい。私気合入れていこう。ありがとう。さあ見切れるかしら。根性を見せるよ。すごい子、錬金術の神髄見るといいわ。覚悟しなさいよ。倒した。私に任せて、仕上げをこの動きよ。いつでもいけるよ。元気いっぱいだよ。せーやるなら今しかないわ。フルパワーでいっちゃ、これでどうだ。使うよ。ありがとう。ケイ、痛みいります。今の私なら。さあみんな行くよ。助かったよ。今の私は誰に見とれている暇はないわよ。日頃の成果をお見せしないと。すごい子、錬金術の神髄見るといいわ。覚悟しなさいよ。今がチャンス。私に任せてください。奥の手行きます。元気、すごいの行くよ。悪くないんじゃない。なかなかの成果だったわね。研究を進めたいの？さあ、先へ進みましょう。片付いたな。お見事です。お二人ともさすがですね。うんうん、さすがすぎてずるいぐらい。特にユナは動きも振る舞いも完璧です。何か一つくらい欠点はないのでしょうか。王族を守護する白夜の騎士に弱点があってはならない。自分の未熟さのせいで
殿下の身を危険にさらせないからな。かっこいいですね。いかにも騎士らしいというか、ユナらしいわ。リラはなんかないの？かわいい弱点。いや、私は。リラは、そうね。世間の常識からちょっとずれてるところがあるかもね。そうなんですか？探索中も目についたものがあれば、食べられるとか毒があるとか、そんな話ばかりよ。さっきだって、あの虫は毒があるけど、やり方次第で食べられるなんて言って。虫をそのまま食べるんですか？ああ、必要があればな。おかしいか？いえ、頼もしいと思います。なるほど、虫か。自分も虫を食べればリラのような強さを。リンカ、あなたも結構ずれてるわよ。知ってたけど。え、自分もですか？戦いには関係のない欠点だし、可愛いもんじゃない。順調順調、この蝶さっさと片付けましょう。戦闘開始です。めちゃくちゃいい感じ。いい風吹かしていこう。覚悟はできてるのね。さあみんな行くよ。一旦に行きます。今の私は誰にもと見とれている暇はないわよ。いつでも行けるよ。私にもいろいろ仕込んでるから。元気すごいの行くよ。みんな力を一つに。めちゃくちゃいい感じ。これしかないでしょ。助かったよ。使うよ。感謝するわ。やあ、ありがとう。めちゃくちゃいい。こんな感じでやるか。今の私なら。さあみんな行くよ。助かる。容赦最強の装術見せてあげる。これで終わりよ。今よ。私にもいろいろ仕込んでるから。やるわね。もっとたくさん来てもいいのに。ま、そのうちで。順調順調、この調子でいきましょう。さっさと片付けましょう。戦闘開始です。あたしの番だね。いい風吹かしていこう。今のあたしなら。ふん、負けないよ。ありがとう。今のあたしは誰にも見とれている暇はないわよ。あたしがなんとか。私にもおふくろで行きます。迷ってる暇なんてない。元気いっぱいだ。当たるといいよ。この戦い負けるわけにはいかない。めちゃくちゃいい感じ。回復回復。ありがとう。行くぞ。ありがとう。やあ、ありがとう。めちゃくちゃいい。こんな感じでやるわ。今の私なら。ふん、負けないよ。ありがとう。両者最強の装備見せてあげる。これで終わりよ。私にもいろいろ仕込んでるから。元気いっぱいだよ。すごいの行くよ。悪くないんじゃない。ちげえ。準備よ。じゃあ行きますか。よっ、えいよ。飛んでけ。今度は本物だよ。いっけー、突きやり。今の私の気合入れていこう。ありがとう。今のはさ、見切れるかしら。日頃の成果をお見せしないと。もっとたくさん来てもいいのに。ま、その順調順調。敵の気配、これなら余裕だね。めちゃくちゃいい感じ。いい風吹かしていこう。覚悟はできてるのね。ふん、
負けないよ。ありがとう。今の私は誰にも好きだらけ。いつでもいけるよ。私に任せる。仕上げをご覧しよ。元気いっぱいだよ。当たると痛いよ。思いを一つに。めちゃくちゃいい感じ。回復回復と。ありがとうございます。使うよ。痛みいい。これを使いなさい。いい風吹かしていこう。さあどうする。今の私なら負けないよ。助かる。容赦しないわよ。最強の装置見せてあげる。これで終わりよ。私にもいろいろ仕込んでるから。うまい。こいつ元気いっぱいだ。すごいの行くわ。かっこいい。私の番だ。こんな感じでどうかな。今の私なら負けないよ。感謝するわ。今の私は誰に好きだらけね。成果は上々かしら。お、何かいるみたいだけど、この感じは。あら、さっきのイタチみたいな子たちじゃない。私たちの後をついてきたんでしょうか。この子たちは特に好奇心旺盛みたいですね。そんなところも可愛いじゃない。よしよし、そっちの子はリスナーに撫でてほしそうよ。撫で撫で。あ、気持ちよさそうな顔です。私撫でるのはイザナちゃんで慣れてますから。あー、本当にこのまま連れ帰っちゃおうかしら。可愛いものを毎日めでる生活。いいわね。む、マリオン、自分だって今は可愛いはずです。ほら、マリオンがこだわって選んだ装いですよ。あ、リンカが急に対抗しだした。リンカも可愛いわよ。でもこのふわふわは格別なのよね。むむむ、確かにずっと撫でていたくなる心地よさ。何より愛らしいこの仕草が。あ、ユナさん、撫でたいのを我慢してるんだ。震える拳から観覧進化がにじみ出ている。お前たち、ほのぼのするのはそこまでだ。魔物の気配をするぞ。いつの間に。こっちにまっすぐ向かってきてるわよ。どうしよう、このままじゃこの子たちが巻き込まれちゃうかも。それならば先手必勝。こちらから息火星に攻め立てる。行くぞ。あいつ妙に張り切っているな。その、とにかく私たちも援護しましょう。よし、やっちゃうか。あたしの番だ。いい風吹かしていこう。負けないよ。ありがとう。今さ、見切れるかしら。どうしよっかな。こいつ私にもいろいろ仕込んでるから。うまい。元気すごいの行くよ。お、さあどんどん進もう。よし、敵は全て殲滅した。さすがユナ、キレッキレの動きだったわね。本当に鬼人のごとき働きで。あの子たちが。ユナの足元をくるくる回ってるわ。魔物から守ってくれたお礼を言いたいのかしら。
ユナさん、その子たち撫でてみませんか？え？だってユナさん、この子たちは可愛いって思ってますよね。それは、ああそうだ、私はこの小さい生き物たちを可愛いと思っている。可愛いものが好きだ。だがユナ、武術を徹底的に鍛え、故郷を焼いた竜を倒した。王宮に仕えるようになり、皆に慕ってもらった。そして白夜の騎士となり、王族からも期待されるようになった。民も戦う相手も私を知っている。そんな私が可愛いものをめでて油断した姿を晒すことは決してできない。あのユナさん、私はいい。いつ極夜の錬金刀の者が現れるかわからない状況だ。常に警戒を。今は周囲に人や魔物の気配はないぞ。動物を少し撫でるくらい構わないと思うが。撫でないのですか？ユナの視線はずっとこの動物に釘付けですし、マリオンと同じものを感じますが。ユナもこの子たちを撫でたいのよね。撫でちゃいなよ。いや私は。いいのよ、この可愛さには誰も抗えないわよね。皆さんもこう言っていることですし、さあ撫で撫でしてあげてください。ダメだ。私は王国から白夜の騎士の称号を頂戴している。いついかなる時も隙を見せてはならないのだ。ユナさん、私は常に己を律しなければならない。それが騎士というものだと私は思っている。確かにユナさんは誰もが憧れる騎士の中の騎士です。だけど力の配分が大事だと私に教えてくれたのはユナさんですよ。レスナ、そうよ、任務の合間にほんの少し動物を可愛がるくらい全然いいじゃない。ユナはちゃんと騎士の役目を果たしてるもの。やるときはやる、それでいいんじゃない？しかしユナ、あなたちょっと私と似てるわね。え？私も仕事と私生活の切り離しが苦手というか、よく部下に働きすぎだって言われるのよね。だからこそ言わせて、やっぱり息抜きって大事よ。ずっと張り詰めていたら身も心も疲弊しちゃうわ。それに生き物をめでることが弱さにつながるとは思わないしな。そうそう、ユナは大げさに考えすぎよ。あまりに真面目すぎるっていうか。敵の気配もない今が絶好の機会です。さあ撫でましょうユナ。しかし何も全員の前で息抜きしろって言っているわけじゃありません。ただ私たちはもう仲間じゃないですか。仲間の前なら少しぐらいはいいと思いますよ。仲間、ありがとう。私は頑なになっていたようだ。ユナさん、では今から少しだけ撫でるとしよう。よしよし。今この子たち嬉しそうだったわよね。ユナの優しい手つきにうっとりしているようです。よしよし、なでなでよかったですねユナさん、ようやくこの子たちをなでることが。可愛いもの好きだったのね。なんとなくさっきから様子が変だと思っていたが、これほどの欲求を隠していたのか。なんでこんなに可愛いの。よしよし、可愛いね、本当にいい子。
き声が聞こえます。その子たちの仲間が呼んでいるのでしょうか。そっか、もうお家に帰る時間か。元気でね、仲間と仲良く暮らすのよ。バイバイ、気をつけてね。はぁ、行っちゃった。後ろ姿まで可愛かったな。ユナさん、バッチリ満喫されてましたね。撫でたいのをずっと我慢してましたもんね。いや、その、これは。あの子たちも可愛かったけど、メロメロになってるユナが可愛かったわ。わかるわ、あの子たちも可愛い、ユナも可愛い。一度で二度美味しいって感じかしら。ユナ、顔が、いえ、首や耳まで真っ赤です。不覚だ、いくら息抜きともいえ、ここまで我を忘れて可愛がってしまうなんて。いいじゃないですか、ユナさんの素敵な姿が見られて私たちは嬉しいですよ。何事も配分が大事だと改めて分かった。あまりに抑圧すると解放するときに加減が効かなくなるようだ。締めるところは締める、息抜きもしっかりする、私の今後の課題だな。まとめ方も真面目ね。でも言ってることは私たちにとってもそうね。ですな。うん、やりすぎずやらなすぎず、少しずつ身につけていこう。みんな気をつけろ。はい、力の配分には十分に気をつけて。そっちではなく魔物の気配だ。すぐに来るぞ。バレリアは右、リラは左、リンカは私と共に来い。了解。マリオンとレスナは援護を頼む。なんて切り替えの速さ、これが達人の域なのね。んじゃ、私も。よし、やっちゃうか。私の番だね。吹き飛んじゃえ。私がなんとか。気合入れていこう。助かったよ。今の私は誰にもと見とれている暇はないわよ。迷ってる暇なんてない。私に奥の手いきます。悪くないんじゃない。私に任せて。当たると痛いよ。悪くないんじゃない。さあどんどん進もう。あら、この程度なの。めちゃくちゃいい感じ。吹き飛んじゃえ。日頃の成果をお見せしないと。気合入れていこう。痛み入ります。今の私は誰にも好きだらけ。私は一人じゃないから、私に任せて。仕上げをご同しよ。かっこいい。負けないよ、私の番。当たると痛いよ。さあどんどん進もう。よし、一匹倒したわ。食材でないのが恨めしいですね。もうリンカってば、緊張感が足りないわよ。カラスがどこで待ち伏せしているかもわからないし、極夜の錬金刀の奴らも見つかっていないしな。ユナさん、どうかしました？この先でカラスの痕跡が途切れている。警戒した方が良さそうだ。どこからでもかかってきなさいって。密林を抜けちゃったわよ。この景色は、これは密林の中にこのような場所があったとは。誰かいるぞ。バレリア、あの少女は確か雪山で戦った極夜の錬金刀の。リラの情報は確かだったようだな。確かアンチュって名前だったわね。じゃあもう一人も錬金術師。おそらく仲間だろうな。ねえ、もう帰らない。とっくに予定時間は過ぎていると思うんだけど。もう少し待ってください、アンチュ。バレた？邪魔者が来た。ん？
研究の邪魔が一組、いや、二組です。あなたたちは？極夜の錬金刀ワルター・マンと申します。はじめまして、レスナ・シュテルネン・リヒトさん。私の名前？当院が何度か世話になっているでしょう。名前くらいは知っていますよ。そうですか。はじめまして。あなたたちはどうしてこの場所に？この場所がかつて赤のほうき星が落ちた場所だからです。赤のほうき星の、ここがその場所だったんですね。まんまと誘導に乗ってくれたな。お前たちは潰し合うといい。目的のものは手に入れた。かつてこの地は白きほうき星の恵みを受けていた。天より与えられる恵みの雨により文明は隆盛し栄華を極めたという。しかし白きほうき星は赤く変身し様々な災厄をもたらした。だが9人の偉人の奇跡によって世界は救われた。その後旧偉人は遥か果ての大陸で長き眠りについた。彼らの奇跡の源は今もなおかの地に残されているという。それは遥か昔から伝わる伝承の一部だよ。私は本で読んだことがあって。あなたとの会話は話が早そうで、こちらとしては助かりますね。私はその赤のほうき星の痕跡を調査しているんです。邪魔をしないでもらいたい。そうはいかない。お前たちに盗まれたウェルテックスの屍の剣も聞き出さねばならぬ。だから早く帰ろうって言ったのに、めんどくさい。仕方ないですね。では手早く片付けた後に研究に戻るという方針に移行します。めんどくさいよね。ん？落ちる前に片付けた方がいい。確かにその通り。よし、やっちゃうか。どうしようね。消えなさい。刺激本気だから吹き飛んじゃえ。私だって本気だよ。さあみんな行くよ。ありがとう。今の私は誰にもと見とれている暇はないわよ。許さない。いかがですか。私に仕上げを殺す。やります。元気すごいの行くよ。みんなの思いを一つに。めちゃくちゃいい感じ。これしかないでしょ。ありがとう。使うよ。助かったよ。これを使いなさい。いい風吹かしていこう。次はどうしよう。これはやばい。今の気合入れていこう。ありがとう。両者最強の装備見せてあげる。これで終わりよ。私にもいろいろ仕込んでるから。この戦い負けられないよ。いっぱいだよ。すごいのいくら。悪くないんじゃない。もう研究の時間です。これにて失礼。どうし。めちゃくちゃいい。吹き飛んじゃえ。闇に沈めてあげる。苦しい。そのまま浮かんでこない。からさあみんな行くよ。助かったよ。今の私は誰にも止め見とれている暇はないわよ。さあ負けない。負けないよ。私に任せて仕上げを殺すよ。生意気な。やってやる。この戦い奥の手。負けるわけにはいかない。天気は雨の地隕石。行くよ。それ生意気な。上出来だね。このチャンス繋げます。私たちの邪魔をしないで。もう結果は見えてるわ。めちゃくちゃいい。これしかないでしょ。ありがとう。使うよ。助かる。これを
使いなさい。めちゃくちゃこんな感じでどうかな。今の私にできることやらせない。いつでもいけるよ。見せていくよ。先生直伝の技見せてあげる。うまくいったね。今の私は誰にも次だらけね。生意気ね。私に任せたくいろいろ仕込んでるから。元気いっぱいだよ。さすがですね。忘れない。まだまだいけそうだね。投降するならここで矛を収めてもいい。随分と偉そう。ワルタ、ちょっと本気出していいよね。とことんやるべき場面かどうか。さて、こちらも無用な戦いは避けたいところなのよね。おとなしく話を聞かせてくれたらありがたいのだけど。これは魔物を呼び寄せる性質を持っていましてね。極夜の錬金刀はこういった技術に長けているのです。この一帯で異常発生している魔物の女王ですね。油断しないことをお勧めします。そうか、女王がいる種類の魔物だったか。倒さなければこの一帯の魔物の発生は止まらないことでしょうね。それ本当なの？そういう類の魔物がいることは確かだ。あいつが群れの女王ならば、ここにいるから魔物を生み出し続ける。私たちはこれにて失礼します。やるべきことは山積みだ。あの魔物趣味悪いね。待ちなさい。パレリア、今は追いかけてる場合じゃないよ。みたいね。やるぞ。私の番だね。こんな感じでどうかな。どうな。このまじゃ三分すぎ。行くよ。さあみんな行くよ。ありがとう。今の私は誰にも止められないわ。見とれている暇はないわよ。私にも服の手行きます。元気いっぱいだよ。せーみんなの力を一つに。めちゃくちゃいい感じ。回復回復っと。使うよ。ありがとう。感謝するわ。準備 OK だよ。じゃあ行きますか。よっ、えいよ、飛んでけ。今度は本物だよ。いっけー。やるね。今の私なら、ふん、負けないよ。ありがとう。今のさ、見切れるかしら。私に任せ、仕上げをこの脇よ。やるわね。元気いっぱいだよ。
当たると痛いよ。暇なんてない。めちゃくちゃいい。こんな感じでどうかな。今の私なら。さあみんな行くよ。わかる。容赦最強の装備見せてあげる。これで終わりよ。私に任せ。奥の手行きます。やるわね。元気いっぱいだよ。当たると痛いよ。万全だし。準備よ。じゃあ行きますか。よっ。えいよ。待ってて。今度は本物だよ。いけー。チャンス。フルパワー。めっちゃ回復しなくちゃ。痛み。行くぞ。ありがとう。これしかないでしょ。私の力見せていくよ。先生直伝の技見せてあげる。うまくいったね。今のさ見切れるかしら。なかなかいい戦いだったわ。これで一安心ですね。そうでもないみたいよ。わお、すごい数の魔物が集まってきてるじゃない。女王が倒されて怒り狂った魔物たちか。少し厄介だな。だが倒すしかあるまい。それにしても多いわね。でも全部倒さないと。やっと手が空いたんだ。腕は鈍ってないようだな。いざな。リラさんがいるならなおさら頑張らないとね。相棒、全力出しすぎて息切れしてない？ハイディ、なんちとフロッケまで。公開訓練も一段落ついたんでな。とにかくこいつらを倒してとっとと帰ろうぜ。そうね。あと私ちゃんと配分を考えて頑張ってたんだから。バレニアさんも皆さんも傷だらけですよ。後でしっかり治療しましょうね。それじゃあと一頑張りだ。よし、いっけー。みんながいると心強いね。うん、やっぱり頼りになるわ。お疲れ、レスナちゃん。そして久しぶり。うん、ありがとう、イサナちゃん。これで依頼の内容も果たせた。月影の会の動きもある程度抑止できた。カラスを取り逃がしたのは残念ではあるが、ま、守備としては上出来でしょう。極夜の錬金刀の狙いもいくつかはつかめたしな。あ、はい。赤のほうき星に旧偉人の伝承。極夜の錬金刀はこの星の古代史にちなむ何を調べて何をしようとしているんだろう。私ももう一度調べてみよう。これが王国の貯蔵していた希少金属ね。返せ。それは我が国のものだ。まだ口の聞ける者がいたのね。その頑強さ誇っていいわ。殺しはしない。私が倒すべき相手はあなたたちではないのだから。けれど私が力を得るためにこの砦にある素材はいただいていくわ。ではさらば。クリセルダ、例の場所に使えるものはありませんでしたよ。それは残念ね。赤のほうき星が落ちた場所は完全なる無の景色。
私も期待していたんですがね、石の一つも持ち帰れませんでしたよ。そう、ならば従来通りの計画で進めましょう。すべては渇望を満たすために。ああ、レスター、王宮でも君の笑いで持ちきりだよ。そんなに噂になってるんですか。ああ、ジュゲル州の問題を解決に導いたばかりか、月影の会の傘下に入っていた盗賊団を壊滅、さらに極夜の錬金刀の新たな情報まで掴んできたんだ。褒めすぎですよ、ロマンさん。それに問題を解決できたのは私だけの力ではありません。みんなの力と思いがあったから解決へと導くことができたんです。ああ、もちろんそれは分かっているよ。でもね、レスナ、私の耳には錬金術師レスナの名がひときわ大きく届いているんだ。え？この国には錬金術の進化を知る者は少なかった。だけど今までの働きのおかげで錬金術に対する期待も評価もさらに高まっている。だからこそ君には知っていてほしい。君の評判が上がれば上がるほど、それを利用するよからぬ人間が出てくるだろうこと、十分に注意してほしい。君と君の錬金術を守るためにも。ロマンさん、はい、わかりました。ジュゲル州の問題が解決したからって安心してもいられない。月影の会、極夜の錬金と、いつまたあの人たちと戦いになるかわからないんだから。そうだ、赤のほうき星の痕跡も見たんだろ。ぜひ君の感想を聞かせてくれたまえ、同志。はい、同志。オリバー様、こちらがご所望の品です。よくやった、これでわしの病も治すことができる。はいや、あの錬金術師さえいれば、この煩わしい病だけでなく若返ることすら可能かもしれない。オリバー様。カラスよ、次の任務だ。錬金術師レスナを捕らえてこい。どんな手を使ってでもわしの前に連れてくるのだ。はっ、オリバー様のご命令とあらば必ず。天才のお前ならば成し遂げよう。頼んだぞ、カラス。